韓国でサムスン電子の戦略スマートフォン、ギャラクシー S9 の予約販売締め切りが2日後に迫る中、予約販売実績が、ギャラクシー S8 が記録した100万4000台を超えるか、注目が集まっている。予約開始から7日目の6日、関連業者によると、ギャラクシー S9 シリーズの予約販売状況は、前作、 ギャラクシー S8 とほぼ同一のレベルだという。現在のところ、好評を維持していることになる。しかし、機能面で革新性に飛んでいた、ギャラクシー S8 に比べて、ギャラクシー S9 は革新性がやや落ちる点で、前作の予約実勢を遥かに超えるのは、難しいとの分析も出ている。サムスン電子関係者は、 ギャラクシー S8 の予約販売水準と似た水準でギャラクシー S9 の予約が進行しているとし、この勢いならば、100万台以上の予約販売を記録するだろうと明かした。